チアーズ、コウです。タクです。今日はスーパーでビールを買ってきたいと思います。イエーイ、ビール。さあね、だからもちろん皆さんご存知の通り、イギリスではパブ文化が有名で、はい、皆さんも恐ろしい量ビール飲むよね。そう、実はスーパーでも結構クラフトビールがたくさん売ってるんですよ。今日はそのスーパーで買えるビールがどんぐらい種類あるのかっていうのと味比べをしてみてどうかっていうのをちょっと検証できたらなと思っています。せーの、はっ、あいなー。いや、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか、ね、結局買いに行ったはいいけど、種類多すぎてこれ全部飲み比べ無理みたいな、なったのでジャケ買いしてきました、今回はかっこよさと味で勝手に推しを決めるっていう、この少ないサンプル数の中から推しを決めるっていう暴挙に出ようと思います。はい、紹介しようか、紹介しようか。そう、僕がこの3つ選んだんですよ。で、コウがこの2つ。マジでかっこいいんですよ。ほら見て、このインコオレンジとブルーがすごい、なんか捕食なのかな、この2つは知らんけど、すごいビビッとだよね。ビビッと、やっぱね、グラフィティアートなんだよね、この柄が。こんなの日本じゃないよね、ビールのパッケージで。ない。僕が1本目に選んだのはこいつですね。ああ。これなんかもう不思議すぎて、なんて言ったらいいんだろうみたいな柄してません？どんな味すんだろうって思ったんですよね。確かにね、独特しいみたいなのしてるもんね。で、買う時に一番気になったのが、あ、そう、そう、これグルテンフリー IPA っていうのがビールの種類の名前なんですけど、グルテンフリーなんですよ。で、このビール自体がビーガンソサエティに登録されてるっていう、だからビーガンソサエティに登録されるぐらいのビールってどんな味がするんだって気になったので、確かに今回買ってみましたね。はい、でもこういうところからもね、やっぱロンドンっていう社会の多様性みたいなのを感じるよね。そうだね。僕のもう一本はバンディッチ、何、ビールの缶におじさんのイラストが来るっていう、これもまたなんかグラフィティっぽい、グラフィティ調で書いてあるのもすごいし、あと何よりも缶がザラザラしてるんですよ。ちょっとこんな感じで、ザラザラしてんの。しかもそれもグルテンフリーだ。あ、これグルテンフリーだ、ほんとだ。 3.8% アルコール。なるほど、ちょっと弱めの感じですね。うん、僕が2本目に選んだビールはカムデン。シンプル、シンプル、シンプル。今までのと比べたらシンプルで、このカムデンっていうのがこっちの地名なんですけど、ね、ロンドンの北の方にあるね。うん、だからやっぱこの地で作られたビール、ラガービール、なんかすごいアーティスティック、デザインセンスに溢れたものが多かったじゃん、そこでなんかひとたびこういうシンプルなものに目を向けると逆に目立つっていうか、いいね、うん、センスあるね。俺なんかもう複雑性の極みみたいなのがこんなばっかりで、キャラ出るね、出るね。ってことでこれもすごい楽しみです。いいっすね。じゃあ、はい、早速飲んでいきましょう。飲みたいんだけど、めちゃくちゃお腹空いてるんですよ今。スキッパラにビールって良くないじゃないですか、酔っ払っちゃうし。肉を買ったんです、さっきマークサムスペンサーで、 M&S で。それちょっと見てください。サーロインステーキを焼いて、これをつまみにしてビールのレビューをしていきましょう。じゃあ肉、はい、ってことでね、肉焼き上がりました。焼いたぞ肉をこれで食える、じゃない、食うじゃない、飲めるまずビールからいきましょう。乾杯のビールみたいな感じで。僕はこっちのなんか目のやつ、目のやつ。何ビール？ IPA。 IPA ね。じゃあ俺も IPA 対抗で、このニューワールド IPA、 ニューワールド IPA、 これでいこうと思います。幸せの音、チェーズ。これ本当のチェーズですね。あ、うまい。あ、美味しい。甘い。IPA 独特の香りするけど、うん、俺そんな IPA 自体はあんま飲んだことないんだけど、結構もともと甘いっけ。なんか香りがふわって、フルーティーな香りがする。うんうん、美味しい。やっぱ IPA 飲みやすいね、すごいフルーティーな、それこそね、ね、口触りだから、ビールのあの味が苦手っていう人でも飲めるかもしれない。うん、飲めるかもしれないね。肉にしか目がいってません、こいつは。あ、めっちゃうまそう。あ、やばい、いい感じの焼き具合じゃない？いただきます。これ飲み比べになんないよ、ごくごく飲み比べになるから全然味比べするつもり、する
うん、する気ないじゃん俺ら。完全にこっちがお供になっちゃったよ。そうなんですよね。ダメ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 。飲み比べしましょう今度は。はい、お互いの互換して飲み比べてみよう。あ、あれまた違う。こっちの方はあっさりしてる。あっさりしてるよね。グルテンフリーの方があっさりしてて、うん、そのいわゆるビール感っていうのがないっす。感じたのはこのニューワールド IPA はあのなんかグレープフルーツっぽくさない、ちょっと、ああそのあの柑橘系の柑橘系の香りとで、ちょっと苦さもグレープフルーツの苦味みたいなのがある感じで、こっちは甘い、味的に甘いの、味的に甘い。だからこっちは本当に IPA の中でもビールっぽさがない気がする。苦いよ。嘘、苦いよ結構。マジか。うん、ちょっとこれこのペースの音酔うな結構結構酔うどんどんテンション上がってきそう。まだ3巻控えてるんでね。ちょっとやべえ、もっと次からやるとき少なめ少量で味比べしよう。そうしようもうこれ全部開けよう。開けよう。なんかなんだかんだね、一本一本でやったけどね、あの違うわ、全部比べなきゃ意味ないわ、うん、やべ、うわぁ事件ごめん。やっぱね、ラガービールが一番甘いと思う俺。日本人だねどんな音越しだよ、絶対に飲んでないけど。でもこれは飲んだことある俺、うん、いやこれなんかね、どう、あのね、やっぱ物足りない、何かが物足りない、うん、ちょっと頑張って言語化するね。グルテンってめちゃくちゃ大事なんじゃないかって思って、あれみたいな話かな、ノンアルビールが物足りねえよみたいな感覚と同じ、似てるみたいな、カフェインレスコーヒーが物足りないみたいな感じなのか、うん、なんかね、ちょっと飲んでみてほしいんだけど、うん、あ本当だ、物足りない、やっぱ物足りないよね。なんかノンアルコールビールみたいな、本当に、うん、じゃない、うん、てか待って、これさ思ったんだけどさ、同時に飲むんじゃない、同時に飲む、一緒にこれ飲んで、同じやつを一緒に飲んで同じ感想に同時に言うやつじゃない水だー、絶対そうだよね、そうだよね、そうだわ、あ、そうだわ、なんでさ、交互に飲んでんのあの、さっきの感想を聞いてるみたいな、だっておかしい、おかしい、痛くそてか、二人でこの味どう思うって言ってくんだよね、普通ね。そうだよ、なんでさ、なんでさ、交換してんのさっきのやつの感想を言われて、さっきのやつの感想を言ってるみたいな困惑するわ、見てるの、ねじれてる感じ、このジュってまあ、あの、改善していこう、改善してきます、仕切り直して、はい、で、このグルテンフリーのエールビール、はい、バーニーとは2人とも共通して言ったのは物足りないってことだよね。だね、やっぱり喉越しとか、うん、パンチみたいなやつが全て丸くなっちゃったみたいな、うん、うんうんうん、だからビールっぽい要素があるけど本当にビールって思うぐらいの感じだから、やっぱりなんか、うん、ノンアルコールビールみたいな味な印象がありましたね。ラガービールはどうよ。ラガーはそれはうまいよ。うまいよね。それはさ、日本のビールってラガービールが多いから、あのゴクって喉越しみたいなやつが多いから、うん、やっぱり馴染みのある味って感じだね。うん。一番安心するやっぱり。安心する。確かにわかるそれは。しかも肉に合うっていうね。うん。肉に合う。ミートにフィット。使いまーす。これ。あの編集権限僕に全部あるんだね。はい、じゃあ次最後、最後の一本ロリータ。これを開けて2人で飲んでいきたいと思います。ちなみにロリータはペールエールで、パッションフルーツペールエールって書いてある。いい匂いする、いい匂いする、めっちゃいい匂いする、甘い匂いがする、めっちゃいい匂いする、甘い。でもなんかね、フルーツの苦味みたいな苦味がある。苦味はあるけど、うん、あのエールだっけ、エール、これまでのエールと比べてくどくないよね。あ、確かにくどくない、いい匂いする、すごいいい匂い。だからもしかしたらこれが一番飲みやすいかも、うん、俺も結構これ好き、うん、うまいわ、うん、後味すごいすっきり結構飲んだよだからあるからたくさんはい、というわけで飲み比べしました。はい、ちょっと途中ぐだっちゃったところもありましたけれども、じゃあね、ここでそれぞれ、まあ、自分が選んだものをじゃなくても、その自分が選んだものかどうかに関わらず、うん、どの味が良かったかっていう、まあ、デザインも含めちゃうのか、含めちゃう、デザインも含めて自分の好きな一貫と、あの皆さんにおすすめしたい一貫を、うん、それぞれ一貫ずつ、一貫ずつやろうかと思います。はい、じゃあまず、うん、推しの一貫選びましょう。せーの、はい、
おお。これは好みが出るやつですね。好み出たね。じゃあ先、俺から行こうか。先どうぞ、じゃあ。ダメだ、ラガービール。なんでこれを選んだかっていうと、やっぱり僕、ラガービールが好きですね。もう。だよね。そう、肉と一緒に食ってて、やっぱこれが一番合うなっていう、やっぱ親しみやすさと、うん、まあデザイン面で言うと、やっぱこのなんかシンプルなものに惹かれました。うん、まあシンプルな選んでるぐらいだからね。そう。このカムデンっていうロンドンの地域で作られたこのビール、めちゃくちゃ美味しかったです。はい。美味しかった。俺も好き、それは。うん。やっぱラガーは好きなんだよ。ね。ラガー慣れてるし。そう。やったから。だけど、そう。ラガーは慣れてるの。だから好きなの。うん。だけど、どうぞじゃあもう。僕はこれを、これにしました。New World IPA。とにかく、この、ニューワールド IPA は IPA っぽさっていう、なんかそのクラフトビールっぽさみたいなのもすごく感じられて、うん、個性が光ってる、尖った個性を持ってるっていう意味で、すごく個性的で好きだなって思ったのと、個性的っていうのは結構キーワードになってるかなと思うんですけど、やっぱりパッケージもパッケージのデザインもすごく、なんだろうな、グラフィティっぽくって、やっぱりデザイン的に好きだなと思ったっていうのが選んだ理由です。今度は視聴者の皆さんにおすすめしたいビールという形で選んでいきたいと思います。僕らのおすすめを一貫ずつ紹介します。はい、せーの、これ。おー、一致した一致した。あー、そうなんだ、やっぱりね。そうかそうかそうか、そうか。じゃあこれを選んだ理由としては、やっぱ飲んでほしい人は、ビールがそこまで好きじゃない、ビールのあの味に抵抗感があるっていう人でも、やっぱイギリスのパブ文化でビールは飲みたいっていう人におすすめの一貫になってます。うん、やっぱりなんか口触りが一番甘くて、うんうん、まあ、ビールっぽくないくとも美味しかった、とにかく美味しかった、うん、っていうことで、このフルーティーな甘さ、 IPA っぽさをすごい感じられた一貫だなと思ってこれにしました。てかパッケージが可愛い。そうだね、確かに、うん、この IPA だったら結構割とあっさりと飲めるっていうので、うん、なんかあ、これもビールなんだっていう感じで、なんか自分のビールの概念を広げてくれそうなイメージがあったから、結構このビールいいなって思いました。っていうのと、あとはやっぱグルテンフリーの IPA っていうところで、うん、まあ分かんない、日本にグルテンフリーのビールがあるのかどうかってのも分からないんですけれども、こういうグルテンフリーのビールってどんなビールなのかっていうのを体験していただくっていう意味でも、うん、なんか面白い体験になるんじゃないかなと思います。ということで、僕とタクから2人一致したおすすめの一貫はこのファンタズマ IPA ビールでした。どのお店にもあるとは限らないかもしれないですけれども、もしね、ロンドンに来た時には飲んでいただきたいらいいなと思います。はい、ということで、まあ、今回の僕たちの動画がね、イギリス旅行に来た際の皆さんの参考になれば嬉しいです。ぜひね、このイギリスのビール文化をなんか、スーパーのビールも通しても楽しんでいただきたいなと思います。思いますね、本当に。こういう感じで残り少ない留学生活で、ロンドンの紹介できるところをどん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 紹介していきたいと思っていますので、この番組が面白いと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあまた、バイバイ。